はいどうも、エマチャフドです。今日の動画は僕らのポリシーを改めて伝えようかなと。美容業界ね、当社の実態、なんでこう僕らがこう技術したりとか、なんで僕らこうね、あのルースを着てくださってお客さんやったら分かると思うんですけど、提案するのかっていうところ、まあ、こだわりを伝えていけたらなっていう動画ですね。あの、なんで僕がじゃない、あのルーソとして提案するのかっていう提案の仕方によっちゃ、やっぱりこれあるあるやと思うんですけど、どの業界でもそうやと思うんですけど、もうセールストークと一緒になっちゃうっていうね。やし、まあ言い方とかの捉え方によっちゃ、やっぱり押し売りみたいなってなる時あると思うんですよ。僕も多分実際服屋さん行って、まあ、店員さん喋りかけてきて、お、これめちゃめちゃいいですよとか、サイズ1個しかないお兄さんめっちゃ似合ってますよって言われたら、僕あんま喋りかけるの嫌いなんで、うんちゃうんですけど、いやでもそれって多分伝え方の問題であって、で僕の捉え方の問題でもあるんですよ。多分ね、ルーソー着てて多分そう感じさせてしまってるところもぶっちゃけあると思うんですよ。僕も友達来るんですけど、やっぱりね、あの言われるんですよ、圧すごないみたいななんていうか、僕らってその数字の面とかこれやれあれやれとかじゃなくて、知ってほしいんですよね。なんか僕らこう改めてこのメンズサロンというところで働かしてもらってて、メンズ業界さらに盛り上げていきたいな。まあね、どの顔面が言うてんねんっていうのがあると思うんですけど、化粧あるじゃないですか、あれって女性が可愛くなるためだけにあるんですかっていう問題。男も一緒やと思うんですよ。スキンケアとかヘアケアとかもちろん絶対必要ですし、そのメンズがなんかヘアケアに徹底してるとかスキンケアに徹底してるっていうのは別に恥ずかしいことじゃないと思うんですよ。やるかやらんかはもう正直あの本人さん次第なんですけども、知識として知ってるだけでも気を使い始めるんですよ。知らんうちに意識するようになるんですよ。僕らのこう伝えてる情報って絶対なかなかお客さんに入らないと思うもらってて、なおかつそのやっぱりね、担当させてもらってるっていうその責任が強すぎるがゆえに、ポリシーが厚すぎてですね、やっぱり好きなんすよね。もう僕らこの業界がめっちゃ好きなんすよ。一人でも多くのメンズをやっぱりかっこよくしたいんですよね。楽しいです、ほんまに。技術してても楽しいですし、喋ってても楽しいですし、どの会社でも数字っていうのはすごい大事なんですよ。数字意識、それめっちゃ大事なことやと思うんですけど、でも数字意識でもう数字でもう全部数字で見てたら、多分お客さんまで数字になってしまうんですよ。じゃなくてやっぱり一人の人として、やっぱりね、せっかくこう関わりを持てる機会っていうのもやっぱ設けてもらってるんで、しっかりその関係性っていうのもね、すごい大事にしてるんですけれども、伝えられないですよ多分、ほんまに難しすぎて。じゃあなんで動画撮ったんでツッコみたくなった今多分見てる人、僕もそう思いましたルースト次回予約っていうのもやってるんですけど、技術とかいつも言うこと一緒じゃないんですよ。向上心あるからなんですよ。あとやっぱり常にアップデートめっちゃ必要だと思うんですよ。まとめるとですね、まあなぜ僕らが提案と次回予約とね、なんで言うかっていうと、まあ、それもすごいちゃんと理由があるっていうのと、やるやらない正直もうこれはお客さん次第、僕らそこはもう強制しない、ただ知っといてほしい。まあ、次回薬取ることで何ができるかっていうところを僕らはすごい説明してるんですけども、これがあのメンズスタイルのいい形をキープするためっていう、やっぱり伸びきってしまうともうどうしても腫れぼったく見たりとかセットしにくいですよ、何より。そういう理由もあって、まあ次回薬やってるっていうのをまあしっかり伝えていってるっていうのと、まあ提案するにしてもやっぱ一つ一つまあお客さんに合ったやつ、全員来たお客さんにパーマパーマパーマじゃなくて、まあヘッドスパにしろシェービングにしろ、やっぱりそのお客さんにとって今何が大事かっていうのと、まあ何があったら一番いいやろっていう、僕らもそういうところを考えてやってるんで、日頃熱い思いでやってるんで、その熱い思いが前のめりになって出ちゃうんですよ。やし、やっぱり不快なお客さんもいるんですけど、まあそういう人らにはやっぱりね、今日申し訳ないなって思いますし、まあ、意見として受け止めて、まあ、やっていきたいなと思っております。はい、あの僕らのすごいね、熱いポリシーを持ってます。全員、僕だけじゃないです、全員持ってますの上で、提案と次回予約とまあね、いろいろ伝えさせてもらいます。でそれにはやるやらない次回予約取る取らないじゃないんですよ。あくまでも知ってほしいんですよ、知識として。なんでそれをするのかっていうの、それを改めてやっぱりこうね、 YouTube でもこう言っていきたいなっていう。まあ正直ね、あの周りから笑われることはあると思うんですけどね、まあこれがあのでもやってて楽しいことなんで、好きなことなんでいいんですよ。まあ改めてこの動画を通して、まあ普段来てくれてるお客さんやったら、なんでこんなこういう風なサロンなんやろっていうのを多分疑問に抱いてるかもしれないですけど、まあ、そういうの見てもらったら多分僕らの思い伝わると思うんで、うまく言えてるかは分かんないですけど、もうそんだけ熱い思いがあるんですよっていうのはね。以上になります。じゃあ、あのまたね、この次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。